写真拡大。巨人は19日、桑原拓也投手、24の右肘頭骨折を発表した。桑原は先発した12日のイースタンリーグ、日本ハム戦、鎌ヶ谷で5回のイニング途中に右肘の違和感の要因で診察を受け、右肘の肘頭骨折と診断されたという。柵オフからサイドスローに転向した右腕は今季は中継ぎとして1軍で5試合に登板し、防御率 6.43 だった。7月17日の2軍降格後は先発調整を続けていた。桑原は現在、故障班に合流している。